ナンバー・アンダーライン・アイメンバーが語る。初のソロ曲に込めた思いとは、3人の個性が爆発。ナンバー・アンダーライン・アイアルバム、ノー・アイ制作秘話。メンバーが語るレコーディング秘話 &MV 撮影の裏側。ナンバー・アンダーライン・アイ独占インタビュー。ナンバー・アンダーライン・アイ初のフルアルバム、ノー・アイがリリースされた本日。 3人組ユニットとしての彼らの成長と進化が強く感じられるインタビューが話題となっている。平野翔、神宮寺優太、岸優太によるこのグループは、結成からわずか1年足らずで音楽シーンに強烈な存在感を示し、ファンや業界の注目を集めてきた。その集大成ともいえるアルバム、NOO−I は、まさに彼らの音楽的探求と個性が詰まった作品であり、リスナーに新たな感動を届けることを約束している。 今回のアルバムにはデビュー曲、GOT をはじめとして、平野がプロデュースした、ボンや神宮寺プロデュースの INZM など多彩な楽曲が収録されている。特に初のソロ曲が含まれていることは、メンバーそれぞれの音楽的個性を強く反映している重要なポイントだ。神宮寺の BY7 分の24はキーン、CK によるプロデュース。平野の透明になりたいはウンディーが手掛けた一方で、 岸のレシピは彼自身がプロデュースを担当しており、メンバーの音楽的スキルが存分に発揮された内容となっている。リードトラック INZM について神宮寺は、その中毒性のあるサウンドが多くの人々の心をつかんでいることに喜びを感じているという。特にテレビや YouTube でのパフォーマンスが話題となり、その反響が自身にとって大きな達成感をもたらしていると語った。同様に、 初のソロ曲について騎士と平野も、多くのサポートを受けながら完成させた楽曲に対して強い自信を持っていることを明かしている。彼らは自分たちが届けたい音楽をしっかりと形にすることに成功し、ファンとその喜びを分かち合う瞬間を心待ちにしている。アルバム全体について、平野は、バラに例え、その美しさとともに鋭さを持ち合わせたアルバムだと語る。騎士は、万華鏡と表現し、 色彩豊かな楽曲が一つにまとまった時の美しさを強調した。神宮寺は、今回のアルバムが彼らのシグネチャーとして位置づけられるものであり、これまでにない新しい挑戦と、彼らの特徴的なサウンドが詰まったアルバムだと自信を持っている。このアルバムは、ナンバー・アンダーライン愛にとって名刺代わりの一作だと彼ら自身が位置づけており、各自がプロデュースしたソロ曲や、 3人で作り上げた楽曲がリスナーに多くの驚きと発見を提供するだろう。特に、リードトラック、INZM やバンドバージョンの楽曲など、バリエーション豊かな内容が収められており、リスナーにとっても何度も聴き返す楽しみがあるとメンバーは語っている。彼らはまた、アルバム全体を通して聴くことでその進化が発揮されることを強調し、リスナーに最初から順番に聴いてほしいと願っている。 ナンバーアンダーラインアイは2023年10月に結成され、その名前には、オンリーワンと、アイ、そしてファンと共に歩んでいきたいという強い願いが込められている。結成後すぐに、彼らはアメリカで開催された音楽フェスティバル、コーチャイラ・バレエ・ミュージック・アアーツ・フェスティバル2024に出演し、特別ステージ、88ライジング・フューチャー・アースで注目を集めた。彼らの音楽的才能とエネルギーが世界的に認められ、 ミニアルバム、ノーオーリングのリリース後は、さらにその注目度が高まっていった。過去1年の活動を振り返り、神宮寺は、準備期間を濃密に過ごすことで、アルバムが完成した時の達成感が格別だったと述べている。また、平野も新曲をリリースするたびに感じる達成感が大きく、ファンが楽曲を受け入れてくれる瞬間に最高の充実感を覚えると語った。岸も、 楽曲制作の過程が決して簡単ではないことを認めつつ、その結果得られるファンからの反響や感想が、彼らにとって大きな達成感と充実感をもたらしていると述べている。今後の目標について神宮寺は、自分たちの、こういう曲を出したい、こういう表現をしたいという思いを忘れずに、心を曲げずに好きなものを届け続けることが重要だと語った。これは容易なことではないと認識しているものの、それが彼らの使命であり、 これからも挑戦しし続けるる意欲を示している平野と騎士も同様にその目標に賛同し深くうなずいている。最後に彼らの活動の原動力について神宮寺はリスナーやファンの存在があってこそ音楽を作り続けることができると語っている。ファンの応援や反応が彼らの創作意欲を引き出しさらなる高みへと導いているのだ。 ナンバーアンダーラインアイは今後も自分たちの音楽を貫き、ファンとの絆を深めながら成長し続けることを約束している。彼らの今後の展望をさらに詳しく聞くと、グループとしての方向性や個々のアーティストとしての成長も大きなテーマになっていることがわかる。ナンバーアンダーラインアイのメンバーはそれぞれが多様な才能を持ち、音楽活動だけでなく、俳優やモデルなど、様々なエンターテイメントの領域で活躍している。 そうした幅広い活動が音楽にも影響を与えており、異なる分野で培った経験が彼らの音楽性に深みをもたらしていることは間違いない。だが、彼らが強調するのは、どの分野であっても、自分たちが好きなものを大切にするというスタンスだ。それは、彼らの音楽活動にも直結しており、常に自分たちの感性を信じ、ファンに正直な表現を届ける姿勢につながっている。平野は、 自身のソロ曲、透明になりたいが特に個人的な感情を反映していると語り、その制作過程で感じた自分の内面との対話が、結果的に楽曲をより豊かで感情的なものにしたと話している。彼は、常に自分の心の中にある純粋な思いを音楽に投影し、それがリスナーの心にどのように響くのかを大切にしている。彼にとって、音楽は自分を表現するための最も大切な手段であり、 今岸も自らプロデュースしたレシピについてシンプルなメロディーと歌詞に自分自身の経験や思いを込めたと述べている彼にとってこの曲は複雑な感情や体験をシンプルに伝える挑戦だった音楽を通じて自分の言葉やメッセージをファンに直接届けることができる喜びを感じており今後もプロデュースや作詞作曲に挑戦していきたいという意欲を示している 彼の目指すところは、自分の音楽を通じてリスナーに何かしらの感動や気づきを与えることだという。神宮寺は、ナンバーアンダーライン愛としての活動においてリーダー的な役割を担っており、グループ全体の方向性やビジョンをしっかりと見据えながら、自身の音楽的アイデンティティも大切にしている。彼は、アルバムのリードトラック、INZM のプロデュースを通して、 自分の音楽的なこだわりやビジョンをより明確にすることができたと話している。彼にとって音楽制作は、自己表現の一環でありながらも、グループ全体の調和を考える必要がある複雑なプロセスだ。だが、それを乗り越えることで得られる達成感が何よりも大きいと語っている。また、彼らは今後のライブ活動にも大きな期待を寄せている。これまでのパフォーマンスは常に進化してきたが、今後のツアーやライブでは、 さらに視覚的にも音楽的にも新しい挑戦を行う予定だという。特に、アルバム「n o ア i に収録された楽曲のパフォーマンスを通じて、ファンとの一体感をさらに深めたいと考えている。彼らにとってライブは、ファンとの直接の交流の場であり、音楽を通じて生の感情やエネルギーを共有できる貴重な瞬間だ。ライブが彼らの音楽活動において非常に重要な要素であることは、 これまでのステージパフォーマンスからも明らかだ。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、各自が異なるバックグラウンドを持ちながらも、グループとしての結束力を保ち続けている。その理由の一つは、彼らが互いの強みを理解し、尊重している点にある。インタビューの中でも見られるように、彼らは互いの意見を真摯に受け止め、リスペクトを持って交流している。騎士が万華鏡を例に出した際、 神宮寺や平野が自然とその発言を笑いながらも受け入れ、さらにその意図を組んで話を発展させる姿は、彼らの仲の良さとチームワークの良さを物語っている。彼らの音楽に対する姿勢やファンに対する思いは、今後も変わることはないだろう。平野が語ったように、心を曲げずに自分たちが好きなものを追求し続けるという目標は、彼らの原動力であり続ける。簡単ではないが、 だからこそ挑戦する価値があると彼らは信じている。そして、その挑戦の先には、さらなる進化と成功が待っているに違いない。最終的に、ナンバー・アンダーライン愛はその音楽を通じて、リスナーとの深い絆を築いていくことを目指している。彼らが目指すのは、ただのヒット曲を生み出すことではなく、音楽を通じて人々に感動や気づきを与えることだ。だからこそ、 彼らの音楽は単なる娯楽以上の意味を持ち、聴く人の心に深く刻まれる。彼らのアルバム、ノーアイは、その象徴的な一作であり、これからの彼らの活躍がますます期待される。